前回の、サインアームしない問題が、マテックの PDB、FC オールインワンであったので、ちょっと FC を、FPV モデルのベータフライト F7 に変えてみました。この FC はあの F7 ですけど、ベータフライト 3.4 からも F7 の最適化が進んでいるので、ちょっとそれも含めて、使うのにいい機会かなっていうことで。で、今さっき、アームとサイアーム試してみたけど、サイアームもできるようになってたので、ちょっとこれで今回は GPS レスキューができるか試してみたいと思います。とりあえずサテライトの数が16個。で、離陸します。お、ホームポジション結構しっかり出てますね。このまま50m。今回は変なところに行かないはずなので、この辺でレスキューモード。戻ってきてる、戻ってきてる、早くね。戻ってきてる、戻ってきてる、はい。これ今何にも操作してないです、手放し。本当で、俺のところに戻ってきてる。で、これでエアモードに戻れるか。お、しっかり自分のところに戻ってこれる。おお、素晴らしい。もう一回向こうの方まで行って GPS レスキュー試してみましょう。サテライト数18個、55キロで GPS レスキュー入れる。戻ってきた。この間操作しようとしても、あ、できるんだ。スロットルは効かないけど、用も効かないな。でもピッチとロールは効くみたい。用が効かないってどういうことだ。これなんか、まあほとんど掃除はできないですね。で、エアモードにも、わー、すげー、素晴らしい。この機能は素晴らしい。すげえ。もうこれで安心して山岳を攻めれますね。ここまで戻ってきたら どうなんですか。ホバーで止まるの。一応この戻ってくると、うん、いや、ホバー、そう、ホバーで、うん、そのままこうずーっと真下にウィーって戻る。落ち、真下に落ちていく感じですね。でもなんかそれはちゃんとまだ実装されてないから、手順的には、うん、なんていうんですかね、近くに来たら自分でコントロールを取り戻せるように準備をしてレスキューモードを発動させろっていう。いえ、すげえ。ここまだ 300mAしか使ってない。 15.2 あるので、ちょっと遠くまで行ってレスキューモードしてみましょう。で、今気圧計がついてない FC だから、そう、レスキューモードになって、あ、一定の高度まで達してレスキューするっていうのはもうほぼなんか機能しないっぽいですね。そのままそのところの高度で戻ってくる感じに。けど一瞬上がってるね。ちょっと上がってますね。うん。でもすごい、今何も操縦してないですけど、もうめちゃくちゃいい感じにうちらのベンチに向かって戻ってきてますね。うわ、川の向こうからやってみてえけど、それはちょっとやる必要ないな。あえて。あえてやる必要ないでしょっていう。すげえ。これはすごいっすね。この機能は素晴らしい。だ、昨日これやって、やぶの中に落ちていったんですよ、ドローンが。なんか GPS とか、ちゃんと自分の方に、この画面の上に矢印あるじゃないですか。あ、見えます？今見てない。あ、見てないですか、うん、なんか画面の上に自分の方向が、ホームポジションがどっちかって矢印が出てるんですよ。はいはい。でそれが正しい方向じゃないときには、うん、GPS レスキューのモードに入れるなよっていう指示があったにもかかわらず、うん、昨日なんかずれてたけど、うん、ちょっと試そうと思って試して、うん、変な方向行ったらエアモードに戻せばいいやと思ってやったんですよ、うん、
そしたらやっぱ案の定その矢印が向いてる変な方向に向かって動いていって、やべやべっつってレスキューモードからエアモードに戻したんですよ。でもそれ効かなくて、でもうそのままじゃあもう濃昏じゃないけど、なんか勝手にもうレスキューモードに入ったままになっちゃってて、で自分でもうどうにもできないから一回ディスアームしてアームし直そうと思ったらもうそれもできなくて、マジか。でそのままヤブの中に落ちて、で回収して、でよく調べてみたら、なんか一回アームした後に再アームしようとしても、再アームしなくて、そうなんかもう FC がぶっ壊れてるっぽくて、怖えな。そう、だから今日はその FC は信用にならないから、新しい FC を使っ、新しいっていうかまあストックで持ってたやつを。に変えてみたんですけど、いい感じに戻ってきすぎてやばいですねこれ。GPS のモジュールもいけてなかったのかもしれない。なんか安っぽいラジオリンクのやつ使ってて、これはフューリアスのやつなんですけど、GPS もじゃあ変えたんだ。GPS 変えました。なんか ホームポジションが自分の方に向かないっていうのが、GPS なのか、FC っぽくないじゃないですか、なんかそれ、これはもうめちゃやばい。自分の周りでオービットしたらずっとホームポジションがちゃんと自分に向くもんな、これ正確だ。電源入れます。はい、はい、無事レスキューモードを動くようになりました。でポイントとして、まあディエゴさんのホームページにも書いてあった通り、ホームポジションが自分の方に向いてないときはレスキューモードは発動しない方がいいですね。とまああとはこれほとんどの FC であるのかわからないけど、まあアームしてまた再アームできることの確認と、あとはレスキューモードに入れてそのままエアモードに戻る、エアモードかもしくはアクロに戻れるかっていうのを確認する点ですかね。その2つが、できればおそらく問題なくレスキューモード、 GPS レスキューモード使えると思います。まあ使ってみた感想としてはかなり正確にホームに戻ってくる感じで、これならまあある程度ロングレンジも安心してできるんじゃないのかなって思います。で発動した時に、この FC は気圧計ついてないんですけど、若干上昇して戻ってくる感じですけど、それほどグーンって上がる感じはなく、戻ってくるときはまあピッチとロールのスティックは効くんですけど、要スロットル側は全く効かない感じでしたね、といった感じでした。